ご視聴ありがとうございます。バオシンです。旅行映像シリーズ四国縦断編、今回配信する第9話のメインテーマは大歩危峡観光遊覧船で川下りです。遊覧船の乗り場へは徒歩で向かうので、まずは最寄り駅の大歩危駅をご紹介します。高知駅から土佐山田駅を経て降り立ったのが3番線ホームで、隣の2番線ホームにはカズラで作った橋のオブジェがあります。また3番線ホームには展望台へと続く階段が長く伸びていて、展望デッキからは吉野川の渓谷美を一望できます。再びホームへと戻り、構内踏切を渡った先に見えるのが大歩危駅の駅舎です。入り口の右側には小泣じじいがいて、妖怪らしく怪しげな笑みを浮かべてお出迎え。諸説あるものの大歩危峡は小泣じじいのふるさととされ、他にも多くの妖怪伝承が残っているそうです。そろそろ駅舎の中に入ります。2010年10月以降無人駅となった大歩危駅は観光案内所を有する施設に生まれ変わり、近年増加するインバウンド需要にも対応してコインロッカーも十分な個数が揃っている上に、ご覧の料金でレンタサイクルも利用できます。英語による道案内もあります。旅の間いつも背負っている43リットルのバックパックをロッカーに預け、身軽になったところで大歩危駅の外へ出ました。駅周辺は一種のロータリーメーター形状をなしていて、大きく回り込むようにして坂を上がっていくとボケマートというお店があります。このお店は小売店として営業している1号店と飲食店の形態を取る2号店の2店舗で構成され、早い時間に高知市を出発した手前、ここで朝ごはんにすると決めました。ボケマートさんで食事をする場合、必ず踏むべき手順があります。2号店の店先なので確認可能なメニューから注文したい料理を選び、1号店で申告して会計、食券を購入します。そのまま2号店に駆け込みたいところですが、ぐっとこらえて2号店の右側にある手洗い場でしっかり手を洗います。ハンドソープや使い捨てのペーパーを完備し、家の山から引いた天然の湧き水は本当に心地よくて、お料理をいただくのがますます楽しみになりました。いよいよ食券をお店の方に手渡して店内へ。手違いでお料理を実食した映像は残っていませんが、うどんと湧き水で入れたコーヒーは一生忘れられないくらい最高に美味しい朝食として僕の心に深く刻まれました。ボケマートさんにお礼と別れを告げて、今度は目の前に現れた大歩危橋を渡ります。遊覧船の乗り場に行くにはこの橋を避けて通れないからです。眼下に大歩危駅のホームが見渡せます。とはいえがっかりする必要はなく、むしろ遊覧船に乗る期待値が高まるような壮大で素晴らしい景色が広がります。大歩危橋を渡り切ったら右折して細い側道を北へと進みます。側道は途中で歩道へと姿を変え、道中にはこの地域と縁の深い妖怪と彼らの物語を語り継ぐ説明板が展示してあり、大歩危峡の別の側面を知って散策の醍醐味がさらに増した気がしました。大歩危橋通過からおよそ25分、大歩危峡観光遊覧船を運営する大歩危峡真ん中さんに到着です。見上げると大歩危船下りの大きな看板が目を引きます。建物内にはお土産店やレストランもあります。今から乗船券を買いますが、購入するのに必要なプロセスは大まかに2つ。はじめに館内で住所と氏名、人数を乗船名簿に記入します。続けて受付に乗船名簿を提出して代金を支払います。乗船料についてはこちらの料金表を参考にしてください。所定の手順を踏んだので難なく乗船券を入手できました。船乗り場の案内板が示す通りに階段を降りたら、そのまま順路に従って進みます。渓流ならではの音色を聞きながら坂を降りていくと、出発時間を待つ船が2艘停泊していました。ここが大歩危峡観光遊覧船の乗り場です。係員の方に判券を渡して指示に従い乗船。待ちに待った大歩危峡での船下りが始まりました。吉野川へと力強く漕ぎ出す遊覧船のエンジン音がとても心地よく、
約30分とされる渓流下りでどんな体験ができるのか、好奇心と興奮で胸が高鳴ります。ところでよくよく考えてみれば、今回大歩危峡観光船に乗ると決めた理由をまだ話していなかったと思うので、きちんと説明させていただきます。遡ること約3年前、2021年6月に秩父長瀞で荒川ライン下りに挑戦。半年後にその様子を配信しました。その撮影日当日に聞いた船頭さんの言葉が心に深く刺さったのです。長瀞とよく似ているのが四国の大歩危峡。このライン下りに満足せず、ぜひ一度足を運んでほしいと思います。記憶違いの部分を否定はしないものの、僕が47都道府県制覇を掲げて旅をしている手前、いつかやり遂げたい目標の一つになったのは言うまでもありません。秩父長瀞のライン下りが手漕ぎのオールを用い、水面との距離が近くスリリングだったのに対し、大歩危峡の遊覧船はエンジンを搭載。吉野川の流れは見た目と対照的に水しぶきも少なく、ゆったり進むので安心感があります。さて、エメラルドグリーンの水面からそびえ立つ両側の渓谷を見上げると、まるで板を重ねたようなむき出しの岩が延々と続いています。この岩の学術的名称は結晶片岩。約2億年から1億年前に海底深くで作られ、海洋プレートが沈み込む影響で高い圧力と熱を受けて隆起した岩石群のようです。進行方向右側、土砂がうつ高く巻き上げられたような場所を見つけました。これはもともと吉野川の川底にあった土砂が堆積したものなんだそうです。話を戻してもう一度大歩危峡の成り立ちについて解説すると、太古の昔、大歩危峡周辺は海だったと推測でき、日本列島形成の起源を探る観点から地質学上の価値が非常に高く、国の天然記念物かつ名勝に重複指定されています。これは徳島県内で初の事例であり、同様の経緯で現在に至る長瀞と引き合いにされるのも無理はないと感じます。合わせて地名の由来についても触れておきましょう。かつて徳島県が阿波の国、高知県が土佐の国と呼称されていた頃から、この辺りは国境にある険しい山岳ルートとして有名で、一般には大股で歩くと危険が語源とされている一方、本来歩危とは山腹や渓流に臨んだ断崖を意味する古語であり、別の漢字表記では歩危とも書き、奇岩や海石が多い地域を示す言葉らしいです。歴史的側面から見ても、近代に入ると川岸に道路や鉄道が開通、明治24年1891年から明治25年1892年頃にかけての国道開通契機に乗じて、ある人物が観光資源としての大歩危峡に注目。この地で宿屋兼飲食店を開業すると同時に船下りの事業を始めたのを契機に、大歩危峡は観光地として名を馳せ、現在も発展し続けています。そんなこんなで進行方向左側、ひときわ目を引く岩を見つけました。獅子岩というそうです。どうですか、ライオンの横顔に見えますか。遊覧船乗り場を出発してから約15分後、船が大きく旋回し始めました。どうやら折り返し地点に着いたようです。ここから先は吉野川の急流に逆らって進みます。いくらか名残惜しくもありますが、遊覧船乗り場に帰ってきました。アクシデントやトラブルは一切なく、本当に楽しい渓流下りでした。今回の旅行動画はどうでしたか？ちなみに本作で発生した経費に関しては、こちらの表をご覧ください。旅行映像シリーズ四国縦断編。次回配信する第10話のメインテーマは、あの超人気声優さんが生まれ育った町、愛媛県新居浜市をミーハー魂全開で歩きます。最後までご視聴ありがとうございました。